3節に入りました FC 東京そしてサガン鳥栖の一戦、両チームの選手が入場して、そしていよいよ試合が始まります。1勝1分けの東京と2連敗の鳥栖、ペースを握ったのは東京。3分です。永井がこの辺りは存在感十分。そうですね、永井のスピードっていうのが生きたシーンですね。ディフェンスラインの裏に出ましたからね、ボールがね。この際手首を痛めました。32分トーレスからのボール、最後はチョドンゴン、決めることできませんでした。そうですね、前半の立ち上がりこそ FC 東京がリズム取ってましたけど、時間が経つにつれ非常にね、サガン鳥栖がリズムを作ってましたからね、このセットプレーからいいチャンス作ってましたね。前半 0-0 で後半の13分、エンド変わっています。久保がもらって、その半身から今度はフィニッシュまで際どいところでしたね。そうですね、受ける前のこう状況判断で首を振りながらですね、ボールを受けて見事なシュートでしたけどね、はい、そしてこのプレーで高橋秀人、今日2枚目のイエローで退場。これクエンカ投入してですね、はい、実は前線からプレッシャーってチャンスになったんですね、はい、そう逆にね、中盤がそこで空いてしまって、そこをうまくディエゴ・オリベイラに使われてしまって、高橋秀人がちょっと止めて入ったところ2枚目のイエローで退場になってしまいましたね。人数の少なくなったサガン鳥栖、18分東京、久保に注目、ドリブルでここまで来て、このシュートまで、これ守備からですよね、いい切り替えからのシュートでしたけどね、もういいボールの運び方ですね。いろんな相手の立ち位置を見ながらですね、コースを選択してシュートコースを作りましたね。得点シーン、意外な形でやってきます。東京がボールを奪い、東のクロスボール、ディエゴ・オリベイラ、小川オンゴール。いやー、まあ、FC 東京としては右左とこう振ったことによって、最終的にね、この小川がシュートを打つことができたっていう意味では、うまくね、攻撃を仕掛けてたなと思いますけど、サガン鳥栖にしてみるとあと5分ぐらい我慢できたらという試合ですからね。本当ですね。さらにはアディショナルタイムに入って、久保2対2という局面の中、ジャエルを選択。これボールを持ちながら中の選手の動きをちゃんと見てるんですね、はい、だからジャエルがボールから離れる動きした瞬間逃さなかったですよね、うん、これディエゴ・オリベイラも多分見えてると思うんですけどね、一瞬相手から離れて後ろを取った瞬間にパスコース選択してですね、そこに正確なパスを通しましたね。まあこのパス一本見てもやっぱり特別なものを持ってる選手だなって感じはしますね、17歳にしてね。2対0で東京勝ちました。東京これで2勝1分け、サガン鳥栖は開幕から3連敗と、まだ長いトンネルが続くのか。